2014年度静岡大学夏季オープンキャンパス工学部機械工学科に来ています。どんなお話が聞けるか楽しみですね。はい、あとコースですけども、ちょっといろいろ文言も書いてあるんですけども、宇宙環境といえばやはり航空宇宙、はい、あとは流体環境、熱エネルギーですね。でキーワードとしてはやっぱりロケットということになります。ロケットあるいは衛星、そういったものを勉強したい学生はですね、このコースに行くことです。で自分の材料はですね、キーワードロボット、あるいは材料開始、材料ですね、材料についてその特性を調べるということをしていきます。あともう一つは生産システムですね、はい、ものづくりに欠かせない、どういうふうにものを作っていくのか、そういったシステムについて考えるというところです。あとが、光電精密、メカトロニクス、はい、電気電子、光ナノバイオあるというところです。機械の中ではやはり、より広いターゲットというところで、電気電子を含んだ、あるいは光を含んだ、そういったことを勉強したいということであればですね、こちらのコースを選んでいただければと思います。で、我々の研究室では 3D プリンターって、最先端の加工技術ですけども、 3D プリンターとあとはデジタル技術をうまく融合させて利用することで、そういった薬品のを使わなくても、あるものの表面に綺麗な模様、細かい構造っていうのをつけていくようなことができる、実現するようなことをやってます。例えばパイプとパイプを連結させて T 字パイプみたいなものを作るんですけれども、L 字でもいいですけども作るんですけども、そういった場合、そういったパイ T 字パイプに綺麗な模様とかを表面につけようと思うと、こういったこの連結部において歪みが発生してしまって綺麗にくっつけられない、模様が描けないっていうようなことになってしまうんですけども、我々の技術を使うと綺麗に、これちょっと実物ちょっと手に取ってみてほしいんですけども、綺麗にこっちも綺麗に、模様が、歪みが生じることなく表面についているってことが確認できると思います。自分がやっているのは設計加工計測の計測の部分です。でこれが今の自分の研究ですけど、これが何かっていうと、ざっくり言ってしまうと安くて高性能な顕微鏡を作っています。例えば顕微鏡って言いますと、いわゆるこう目で覗くようなこういうものを想像するかもしれないんですけど、これはその目の代わりにこの四角いものがカメラになってまして、ここで見えているものが今画面に映っています。ちょっと見えない。どんなものが見えてるかっていうと、この赤い線が見えますか？見えてですね。赤い線が50ミクロンです。それくらい小さいものが今映っています。あとはですね、この光を使ってやると、こういう非常に小さいものも作ることができます。これは赤血球より小さい節です。なのでこういったものを使うと、こういった技術を使うと、マイクロマシンの部品とかですね、非常に精密な小さい部品を作ることが可能になります。でこれサイズを表しているんですけど、これが牛です。これは我々の人間の髪の毛です。でこれが赤血球です。というように、この赤血球、我々の血管を流れている赤血球と同じぐらいのサイズ、牛を作ることができます。手に片方にアルコールを塗って、片方にアルコールを塗ってないものと比較し、その塗ったことによって体温がどのように変化するのかというのを見ていきたいと思います。それでは今からアルコールを、こっちですね、こっちの手につけてみようと思います。よいしょ、分かるか、こっちの手にアルコールを塗ってあるんです。ちょっとこっちが結構青くなっていることが分かると思います。液体っていうのが蒸発するには外部から外からエネルギーをもらう必要があるんですよ。でその、蒸発するにはエネルギーですよと。でそのエネルギーっていうのは、気化熱と呼ばれているんですけども、先ほどだとその手にアルコールを塗って、その塗ったアルコールが蒸発するためにはエネルギーが必要なので、
そこはそのエネルギーをどこからもらったかっていうと、この人の体温からもらった